空です。今回はですね、メトロというボードゲームを紹介したいと思います。こちらですね、2人から6人までプレイできるボードゲームになってます。で、まあ、簡単にゲームとしては、まあ、左側にバンバンボードがあって、で、こう、色が上ついてるんですけど、緑、オレンジ、紫、黄色。黄色が私ですね。で、それが列車になってます。で、まあ、こう、タイルがあるんですけど、右下に、こんな感じで。このタイルを、まあ、置きますと。そうすると、こう、列車が、こう、線路が繋がっていくと。いう感じですね。で、どっかに、とどっかでこう、つながったら、点数が入ると。いうような、内容になってます。で、まあ、タイル、ちょっとこれ違うかなと思ったら、一応一枚引くことができるんですけど、まあ、引いたら、ちょっとそれを、使わなきゃいけないというかですね。なので、これとりあえず、こんな感じで。で、まあ、持ち手札が2つあって、ね、1枚ドローできるみたいな感じですかね。で、今こうやって点数入りましたけど、1タイル1点。で、中央にですね、まあ、なんだろう。駅舎なのかな。まあ、大きな、こう、ありますけど、ここに繋がると、1タイル2点もらえます。はい。っていうようなゲームですかね。うん。まあ、なかなか、なんだろうな。コントロールは若干できるものの、人数が増えれば増えるほど、列車のコントロールが難しくなるので、まあタイルのコントロールですかね。当然自分以外のプレイヤーがみんなこうやって置いていくので、まあそこを楽しめる人向けなのかな。うん。なかなかですね、こう、そういうのがこう楽しめないと、こう、イライラしちゃうかもしれない。はい。で、こう、予想外の、まあ、つながりを見せたりすることもあるので、まあ、そこが、また、まあ、面白さでもあるというか、楽しさでもあるのかなと。こう、あれ繋がんないと思ってたんだけど、みたいな。あ、もう、これはもう、一番右下は完全などん詰まりですね。どうしようもないや。どうしたらいいんだ？わからんぞ。だんだんとわからなくなってきたぞ。どっちも一緒か？若干違うのか。とりあえず引いてみたけど。まあその、あと若干、まあ、タイルをずっと引いていくだけなので、まあ、そのですね、若干、まあ、盛り上がりに欠けるところは、ありますかね。やばい、これ難しいな。引かなきゃいけないんだもんな。まあいいや、ちょっと。
はあ。まあ、しょうがない。これは参ったなぁ。望みはあまりないぞ。ほ。ここか。難しい。まあどうしてもこう多人数なんてね、どうしようもないことは多々ありますが、まあただなんだろうな、予想外のつながりとかを見せたときに、まあ盛り上がる感じではあるかなとは思いますね。ああ、ラスト。あ、もう体力がないのね。ああ、これはもうどうしようもないな。どうしようもないぞ。どっちにしろ、あんまりよろしくないな。とりあえずちょっとここら辺にとりあえず置いとこうかな。あとちょっと他のプレイヤーがタイルを置かざるを得ないので、それで点数が入ることを、あーダメ、青すごいな、あー決まりだ。あと最後、少しでも点数を上げられるかぐらいか。青がでも本当すごそうだな、これ。すごっ。何それ。まあ一回でそんな点数取っちゃうの。まあいったな。まあでもこれどうしようもないもんな、もう。はい。アシストですが仕方がないです。まあでもこういうのも含めて、まあこのゲームなのかなっていう思いますかね。あとまあこのゲーム気づいた方もいるとは思いますが、通路というゲームがありまして、それと一緒ですね。うん、基本的に、まあ、通路の場合真ん中にタイルはなかったと思うんで、まあ若干グレードアップしてるのかな。あとこのアプリ版だと持てるタイルの数とかも変えられるので、まあ、そこも違いかな。あとはまあ雰囲気がちょっと違いますかね。うん。まあ、ちょっとこの後、次にタイルもプレイして、それも動画を上げようと思いますけど。まあ、好みかな。電車とか好きだと、やっぱこういうの楽しいと思いますし、あとこう、予想外の点数がこう、がっつり入ってくるので、それ、最後の方は結構こう、なんだろう、盛り上がる。そういう、さっきのそういうつながり方するか、みたいな感じですかね。はい。という感じで、通路でした。一応まあオンライン対戦もあるんですけども、オンライン対戦の場合には、ログイン、
のアカウントを作んなきゃいけないみたいなので、ちょっとまあ敷居は高いかなとは思ってますね。はい。ということで、また次回。